こんにちは、翔太です。今回は新しく来た UR 線の縫製について性能解説していこうと思います。で、めちゃめちゃやっぱ顔変わりましたね。こう見比べてみると、かなり かなり可愛くなったことがわかりますね。じゃあ、詳細見ていこうと思います。まず、スキル1が、敵6名に640%の砲撃ダメージを与えると同時に、クリティカル発生確率が20%増加する。で、まあちょっと20%でちょっと低めなんですけど、それにはからくりがあって、毎度攻撃する前、敵が有益状態、バフついてた場合、ダメージが倍になる。で、敵のバフが1つ多いたびに、このスキルのクリティカル発生確率が5%増加する。で、クリティカルが発生した場合、攻撃した後100%の確率で2ターンの間、敵を凍結状態にさせるっていうところで、まあ、敵がバフ多ければ多いほど、クリティカルが出やすくなって、まあ、例えば敵のバフ5個ついてたとすると、クリティカル発生確率が45%になる。で、クリティカルが発生した場合、敵を2ターンの間凍結状態にさせるっていうところで、まあ、文面だけ見るとめちゃめちゃ強いですね。ただ、敵がバフを複数積んでいる場合に、クリティカルが出て、このキャラが大ダメージを与えられるのかっていうのが問題で、スペック上はめっちゃ高いんですよ。640%にダメージ倍でクリティカルが出るんで、スペック上はかなりのダメージ出せるんですけど、敵のバフが込み込みの状態で、となった場合、そんなに火力が出るのかっていうのは若干疑問ではありますね。ただ、2ターンの間凍結させるんで、これかなりいいですよね。ここに関しては。2ターン目前の紹介が結構優秀なこともあるので、まあ、2ターン凍結の構成はかなり強いと思います。そこに関しては。敵の足止め役としてかなり優秀ですね。で、次にスキル2が、敵6名に640%の砲術ダメージを与える。で、今度はデバフですね。敵がデバ、なんでデバフはデバフって言ってるのに、バフは有益状態って言ってるんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。敵がデバフ状態だった場合、ダメージが倍になると。なんでこれスキル1で凍結にしていれば、このキャラだけで、まあ、一応スキル1とスキル2は、シナジー取れてますね。ダメージが倍になると。で、クリティカルが発生した場合、攻撃した後100%の確率で3ターンの間敵を虚弱状態にさせる。で、攻撃力を50%低下させる。で、自分の残り HP が50%より低かった場合、このスキルが必ずクリティカルになる。攻撃した後、総ダメージの35%分の HP を自身に回復する。っていったところで、まあ、クリティカルは確定になる条件が HP50% より低かった場合で、このキャラ防止で、なおかつ後で言いますけど、防御系のパッシブもないので、ないので、結構死にやすいんですね。死にやすいのに HP50% より低かった場合になってくるんで、スキル1、スキル2、シナジーは取れているものの、クリティカルを発生させるってなると結構難しいかと思います。で、パッシブに関しては攻撃力 HP が、44%増加。で、会心地でレベルかける280増加はいいですね。これがついていることによって、スキル1のクリティカル発生確率、そもそものクリティカル発生確率が上がるんでいいと思います。で、防御貫通が、900増加。で、自身の、砲術会心ダメージが50%増加で、あ、ごめんなさい、体力値ありません。体力値がレベルかける200増加はあるんですけど、防御力がやっぱり防止で低いので、このキャラを、しっかり使いたい方はもう、混沌4、日月2を一旦目指してもらって、防御系を、しっかり上げていくことが大事になると思います。で、武器に関しては、防御貫通プラス800で攻撃力17%で、砲術会心ダメージ35%ということで、砲術会心ダメージ結構高くなるんですよね。50%と35%で85%と。砲術会心ダメージがかなり高くなるんで、クリティカル発生した時の攻撃力っていうのがかなり高くなる。なんで、火力だけ見ると、このキャラ、
かなり高くなると思います。ただ、スキル1が相手依存なんですよね。相手のバフ状態によってくるんで、結局は使いにくいキャラかなと思いました。まとめると、このキャラ、相手依存のスキルとなっているんで、自分でクリティカル発生率を調整できないというところが結構厄介なところかなと思いました。ただし、決まれば、スキル1、スキル2ともに、ダメージ倍、さらにクリティカルも発生する。で、クリティカル、会心ダメージも高いっていうところで、決まれば火力がめちゃめちゃ出る。ただ、使いにくいキャラかなと思いました。はい、今回の縫製の解説はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画どんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。